どうも、こんにちは。沖縄の鈴木です。さあ、したかんだ、いて。はい。というわけで、久しぶりにね、スーパーマリオメーカー2、やっていこうかなと思います。本当はこれ、毎日やって、ちょっとマリオメーカー、マリオ系もっと上手くなりたいなと思ってたんだけど、なかなか、まあ、やる機会というか、まあ、今週はね、ほんとバタバタ外したよ。バタバタして、なかなかやることができなかったんだよね。もうちょっとなんとかね、やっていきたいんだけどさ、頑張ろう。よいしょ、ここもなんか取れるのかな？よいしょ、マリオデッセイも休んじゃってるから、なんとかしよう。あれ？これってひょっとして、あ、よし。あれ？下出なかったっけ？おい、ごめん、よし、逃げるな。あ、行っちゃった。はい、とにかく行こう。はい、遊ぶ。行きます。さて、というわけで、まあ、もっとね、はい、お金がいるな、お金。はい、やってないやつやっていきましょう。今のお願いはこんな感じです。データ。どれだっけ？これかな？スネークブロックで空の旅。まずこれから行こう。スネークブロックの教習所を作ってみたら、スネークブロックが初めてなら、ここで練習してみるといいよ。あなたもスネークブロックの魅力に取りつかれちゃうかも。行ってみるよ。スネークブロックって何？どうすんの？スネークブロック好き女子って何？ん？これがそう？あっ！そういう風になるやつね。はい、わかったっす。どうすればいいんだ、じゃあ。この上に乗る？ああ。どうすればいいんだ。よいしょ。どう行けばいいのかな？危ねえ。で、あの上のやつとかも撮りたかったんだよ。行くのか。ダメじゃん。行きましょう。危ねえ。何、ルイージ。危ねえよ。この一番前のところにいた方がいいのかな。けど、それやるとこれ取れないしね。どうする？よいしょ。一番前のところに乗って。ここが問題なんだよなぁ。で、ここらで、また一番上の方に、一番前の、よし、これでいて、あ、よし、ダメ。よし、これで OK。さっきはここで死んだんだよ。あれ？ちょっと待って、どうすればいいの？あ、こっち。あ、ちょっと。あっ！なぜだ？なぜしゃがんじゃう？もう一回。あ、取り損ねた。もういいよ。なるべく一番前にいて。それで、はい。危ねえ。で、よいしょ。これは問題は。よいしょ。で、さっきどこでどうなったんだっけ？あ？ああ、危ない。ちょっとでも気を抜くと。ああ、またここと、もういいよ。あ、このお金は取りたかった。よいしょ。
はい。OK。あれ、あのコイン取りたかった。めんどくさいな。はい、どうもーす。うん。こんだけ、はい。で、どれぐらい溜まった？作れるものがあります。はい、作りましょう。うん。何が作る？本当はこう、ん？足りないっすよね。東館作った方がいいのかな？わかった。うん。はい。西館は？うん。頑張ってください。もうこうやって少しずつ進んで、はい、わかりました。どんどんどん。ちょっと、東館見てくるよ。作ってる最中。向こうでまたなんかね、新しいミッションみたい。これなんだっけ？あ、これか。んで、ん？あれ？なんかお話はできない。いけない。じゃあいいや。はい。よいしょ。あとやんなきゃなんないのかな。うん。はい、お願いします。受験の雲で気分はヘブン。これをやれってことか。はい、わかりました。親方が西海に渡るための受験の雲を取ってこいって言うんです。また気の乗らない仕事はすぐまでにするんだから。てなわけで受験の雲を取ってきてもらえますか。また、後でやろう。はい、了解です。この上は、あ、こっちか。こっちから上がる。うん。またね、コインがね、140しかないんだよな。うん。了解。降りる。で、ここはどうやって、あ、ここから降りたっけ？どうやって降りたっけなんて言ってる場合じゃないわ。よし。で、他の鬼が6個です。大量ブクブクの海、探検ファイアーですね。え、これは、さっきクリアしてないっけ？あ、違う違う。そうです。何やってんの？こっちだこっち。丸々ジャンプで始まくれ。木登りマスターへの道。逆さまリオとネッチ。グラグラシーソーの城。急いでスペン。アリヘイランド。ファイアクッパジュニア。クラウンの夜間旅行。で、ツルツル逃げ切れブランコクレーン。で、ジュゲムの雲で気分は減る。こんなもんか。こんなもんか。頑張ってやっていきます。はい。つうわけで、まあ今回は、まあこんなところで、ちょっと短いけど終わりにします。これからもまた頑張ってやっていきますんで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価で応援よろしくお願いします。じゃあ、また。バイバイ。